失礼します。失礼します。前回のマシュマロ配信で PS3 版、ウニエルでオリエの髪の色がキャラセルだと青いのに VS でもだと黒い剣についてです。フランスパンさんがニコニコ動画に上げてたウニでまだ声がついていない開発中の動画、投稿日時2012年3月9日16時12分アナヤとインバースオリエ VS ゴールドを見ると、最初にキャラセレクトと同じタッチでの髪の色が青いオリエが出てきて、対戦中の左上に映っているオリエの絵がキャラセレと比べて髪の色が黒いので、おそらくプレステ3版ウニエル移植の際に古い画像を使ったのではないかと思ってマシュマロに送ってみました。あー、なるほどなるほど、ちょっと調べてみよう。よいしょ。アンダーナイトインバースオリエバーサス無印のやつよな、これ。あ、黒いね、確かに。あー、てことは、これそうか、じゃあ、イラスト素材が2種類あったのか。昔作ったやつと、だと、ちょっと色が濃すぎたんだろうな。多分ね、これは、そうですね、この書かれてる通りで、おそらく、オリエのイラストが、バージョン違いがある。で、その、要するに、色を塗った後に、ちょっと髪の色ちょっと濃すぎたねっつって、直したやつがあるんだわ。で、直したやつが正しいんだけど、間違って古いやつを使っちゃったやつがあるっていうことだと多分思います。まあそうね。昔結構ね、この辺の素材の管理とかガバガバだったんで、割とミスあったんだよなって思いますね。最近かなり細かくチェックするようにしてるけど、昔は結構ガバガバでした。ガバガバじゃなかったらね、エルトヌムさんとか生まれないんですよね、普通。普通な？普通エルトヌムとか生まれないんですわ。はい、という感じで、まあおそらく予想されている通りの原因っぽいんで、教えていただきありがとうございます。